はい、こちらが、Xperia Touch、プロジェクターなんですけども、中にあの Android OS が搭載されているということで、ここの中にアプリをインストールして実際にアプリの画面をとかを投影することができる。でそのまま触って操作もできちゃうっていう、すごいプロジェクターです。ということで早速じゃあ、操作をしていきましょう。ということでこれがまずあの、中に入っている Android OS の画面をそのまま投影してるんですけども、こういう風に、指で映ってる部分を触るだけでちゃんと操作がスマホと同じように操作できます。でじゃあ何か一つちょっとゲームでもしてみようかなんですけど、じゃあアプリを開いて、じゃあフルーツ忍者をちょっとやってみようかなと思います。はい、はい、フルーツ忍者、じゃあちょっと、今回はあのこちらのお姉さんにちょっと協力していただいて一緒に戦わせていただきます。ということでじゃあ、これは、どこで押せば、そうですね、そこでスパッと切っていただければゲームが開始されると、はい、じゃあちょっとバトルを開始しようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい、はい、負けました。ちょっと意外と難しかったです。もう一回ちょっとやってもいいですか。ここに問題出ます。どれが今回ソニーの超短焦点プロジェクター、はい、負けました。テーブルの上でゲームをして、はい、負けてしまいました。どうですか、触ってます。あの反応はすごくあのいいです。普通にスマホの画面を触るのとそこまであの変わりがないぐらいの感じで操作できると思います。